パピオンでのエマリブリー、1860年、パピオンは1860年に初演されたバレエである。全2幕4馬の作品で、振り付けはロマンティックバレエの時代を代表する名バレリーナ、マリー・タリオーに、音楽はジャック・オフェンバック、台本はベルノワド・サンジョルジュが手掛けた。現在でも、この中のパドルが時折、バレエコンサートなどで上演されている。 1860年11月26日、パリオペラ座で上演された。主役のファルファラには、タリオーニの指導を受けていたエマ・リブリー、王子にアルマには、ルイ・メラント、邪悪な老様性アムザは、ルイーズ・マルケが演じ、42回の上演を重ねた。なお、ファルファラを初演したリブリーは、1862年に、衣装に、ガス灯の火が燃え移るという悲惨な事故に遭い、翌年、 20歳の若さで死去している。1874年にサンクトペテルブルクにおいてマリウス・プティパがレオ・ミンクスの編曲で四幕仕立てに改訂して再演した。ファルファラ役はエカテリーナ・バゼム、王子リアル・マは、レフ・イワノフが演じた。20世紀に入ってからは1976年にピエール・ラコットがパリ・オペラ座において疎遠を手がけている。主人公、 ファルファラは、幼い頃に置いた妖精アムザにかどわかされ、今ではその侍女として仕えている。ある時、アムザは、若く美しい王子であるマに恋するが、当の王子は、ファルファラと恋に落ちる。嫉妬に狂った、アムザは、ファルファラを蝶に変えてしまう。蝶に変えられたファルファラは、松明の炎に身を投じ、呪いは溶ける。アムザはその向いで石像に姿を変え、 ファルファラと王子は再び結ばれる。ファルファラはイタリア語で蝶々を意味する言葉である。このリバイバルの際にマリウス・プティパはエカテリーナ・バゼムのためにルイージ・ベンツァーの作曲のワルツによるグランパのバリアシオンを振り付けた。このバリアシオンはバゼムの踊りとして知られるようになり、サンクトペテルブルクのバレエ通りの間で有名になった。ありがとうございます。